皆さんこんにちは。ステイホーム頑張ってますか？そんな頑張ってる皆さんに元気になってもらおうと思って一言を毎日お届けしたいと思います。どんな言葉をお届けするかと言いますと、皆さん見えていますか？人生はにゃんとかなる、こちらのシリーズからですね、私がチョイスして皆さんに言葉をお届けしたいと思います。第1回目こちらになります。夢を宣言しようです。夢を具体的に宣言することは夢を現実にするための大切な一歩となります。偉人の言葉で、最初から我々の目標は全ての机と全ての家庭にコンピューターをだった、ビル・ゲイツ、マイクロソフトの創始者ですね、創業者になります。ぜひ皆さん自分の夢を宣言しましょう。それでは今日も一日頑張りましょう。